すずめのミッドナイト TV。 いやー、すずめ TV 全国編、本日は宮崎県に来ました。いやー、宮崎はとにかく電車が来なかったですね。もうなんか本当1時間に1本とかなんですけど、それをことごとくなんかタイミング悪くて、その1時間1本のやつの5分後ぐらいに駅に着いちゃったりしてみたいなのが多かったイメージですね。本当にどうすか宮崎、まあ、朝かかってる、それどうでもよ。あったかいね。でも言っても全然あったかいよ。曇ってるけどさ、キャンプするだけあるね。やっぱね、俺たちもキャンプしようよ。しましょうよ。今日ホテルやめますか。うわ、めっちゃ牛の匂いするわ。駅中ミートパイ、うん、パイ超好きだからね、基本的に。到達した。うん、しない。アイがもう、これはうまい。ひき肉がトマトも入ってんねや。ミートソースみたいな感じや。なるほどね。電車が1時間に1本って、俺の地元かよ。歩いてね、もう隣町まで行ってみようという、ね、高作戦。しかも間に合うかどうか分かんないけど。そう、間に合わなかったら絶望だけど、結構絶望 B ですよ。すごい、本当に映画で見るような田舎だよこれ。ガチだね。ね、すっかり日も暮れてね。ラーメン屋さんは風来軒というところに行きまして、まあ、宮崎では結構いろんなところにあるらしくて、もう一つなんか増本っていうお店もあったんですけど、そっちも、まあ、行きたかったんですけどね、ちょっと増本さん、ちょっとどうしてもちょっと時間の都合的に行けないんじゃないかということで、また来た時に行きたいと思います。うわぁ、えー、マジかよ、25からやべえ。いただきます。あ、もう細麺なんだ。めっちゃ目にくるわ、本当に。これ大丈夫かな。これやばい、すすれない TV あるかもしれない、これやばい、超辛い、マジで。でもうまいわ。カレーめっちゃ、この時間の関係でカットだそうです。カレー毎回勝負みたいな。カレーやばい。こんにゃく麺をもらったんで、こんにゃく麺で替え玉しましょう。あ、ほぐれてきた、ほぐれてきた。あ、いい感じですね。25からのこんにゃく麺、なんか食感がマジで新しいし、飲めちゃう感じですね、麺が。つるっとこう、辛いけど喉越しバーンみたいな。これはマジ新しいよ。食べていくとすげえ辛いけど、もううまい、やっぱちゃんと。ごちそうさまです。ということで、宮崎県といえばやっぱりまあマンゴーでしょう。マンゴーはこちらです。はい、マンゴーのお土産ね。いや、宮崎マンゴーパイって絶対美味しいんじゃないかと思ってるんですけど、これは。いや、まあマンゴーってまあなかなか普段食べれないじゃないですか。結構アイスとかで食べれますね。というわけで、本日のお土産こちら、宮崎マンゴーパイ。欲しい方はすする TV メインチャンネル、そしてサブチャンネルを登録して、まあ、みんなしてくれてるよね多分ね。言う必要ないか。まあコメントお願いします。いや、まあもうね、鹿児島でしました。はい、早いよね。土下座せんといかん。鹿児島も。マジかい。